日本鹿児島県日置市吹上町毛熟里吹上町、毛熟里は、鹿児島県日置市の大技。旧アタコーリー遺作号毛熟里村、アタコーリー遺作村大技か熟里、日置郡伊作町大技か熟里、日置郡吹上町かつくづく里。郵便番号は八九9 9三3 0七。日置市の南部、小野川の下流域に位置している。麻生域の北方には、 吹上町、小野、北方から東方にかけては、吹上町田尻、南方には、吹上町中原がそれぞれ隣接しており、西方には東、品海に面している。麻生駅の西部には、松林で占められており、中央部に、二十歳と、集落、東部は、丘陵地となっている。また、北部には、国道270号、東端部には、 鹿児島県道296号、田野頭吹上線が通っている。1984年までは、中央部を南北に、鹿児島交通枕崎線が通っていたが、地域内には、駅は設置されていなかった。現在は、線路跡は自転車道に転用されており、鹿児島県道加瀬田日吉自転車道線となっている。毛熟りという地名は、鎌倉清り見え。 薩摩国伊作省のうちの名だなであった。毛熟りは花つくづく里とも書かれた。特次三年の御出院耐え、喜び申し上には、伊作省内毛熟り寺童大、津野矢次郎さえ門の城とあり、この申し上は、名主方に付されていた犬王道を、毛熟りの寺童大が、理不尽に取り押さえしたものとして訴えたものである。剣徳二年には、伊作地方だが、 村内の水田二丁五丹を伊作十中,中に譲っている。江戸期には、薩摩国あた遺伊作号のうちの家宿里村であった。村高は、天保郷町及び、群村高辻町では543国余り、延挙頃には330国余り、文政7年の伊作名称史最先町には278国余り、急行給料では276国余りであった。 高下2年時点でケジュクリ村には、浜在峡として門を呼び、屋敷が2カ所設置されていた。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、伊作号の区域より、伊作村が成立し、江戸期のケジュクリ村の区域は、伊作村の大技、花つくづく里となった1922年には、伊作村が、調整施行し、伊作町となり花つくづく里は、 伊作町の大技となった。1955年には、伊作町と長吉村が合併し、吹上町が新設され、花つくづく里は、吹上町の大技となった。2005年には、吹上町が、伊従院町、東市木町、日吉町と合併し、日置市が新設され、大技がつくづく里は、日置市の大技、吹上町、毛づくりとなった。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。